ガトウはアメリカ海軍の潜水艦、ガトウ級潜水艦の一番艦、艦名はメキシコ西部海岸沿いに生息する小さなトラザメの総称にちなむ同盟のアメリカ軍艦としては初代、ファイルテールキャットシャークブラウンキャットシャークガトウは1940年10月5日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する1941年8月21日に ロイヤル委員がソル夫人によって浸水し、艦長ウィリアム・ジラード・マイヤーズ少佐の指揮下1941年12月31日に収益する。コネチカット州、ニューロンドンでの調整の後、ガトーは1942年2月16日に出港、パナマ運河とサンフランシスコ経由で真珠湾に向かった。4月20日、ガトーは最初の紹介でマーシャル諸島方面に向かった。 クエゼリン干渉近海で紹介中の5月3日午後、ガトーは北緯09度23分統計167度22分、北緯9.383度統計167.367度、9.383167.367の地点で干渉に入りつつあった。特設空母カスガマルに対して魚雷を5本発射したが、速力の測定ミスで命中しなかった。 護衛の駆逐艦を及びルオットからの地と世界軍航空隊所属一式立港が対戦相当を行ったがガトは逃げることができた。5月7日から8日にかけてはクエゼリン艦渉への輸送任務を行っていた海軍徴用船朝間丸を幾度となく目撃するが攻撃には至らなかった。5月24日までクエゼリン艦渉の周囲の紹介を行った後 5月25日からは、ミッドウェイ島西方の偵察を命じられて、配備点に向かった。6月5日のミッドウェイ海戦時には、ミッドウェイ島の西方450キロに位置していた。6月10日、ガトウは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。7月2日、ガトウは2回目の紹介で、千島列島方面へ向かった。当時この方面には、日本軍によるあ島、 キスカ島への補給を妨害するために、グロウラーやグラニオンなど新鋭艦が優先的に配置されていた。ガトウはバラムシル島近海を中心に紹介。8月15日、ガトウは北緯51度05分統計162度07分、北緯51.083度統計162.117度。 51.08362.117の地点で9300トン級の金貨丸旧貨物船特畜艦を発見し、魚雷を5本発射して4本を命中させたと判断されて、貨物船の撃沈を報じたが、戦後の調査では認定されなかった。8月20日、ガトーはダッチハーバーに入港、整備の後9月4日に出港して、紹介を再開し、 キスカ島近海を行動した。紹介再開時、ガトウは魚雷を2本しか積まず、残り22本は潜水母艦フルトンによってミッドウェイ島に輸送された。10月7日、ガトウは真珠湾に帰島艦長がロバート j フォレー少佐に変わった。11月5日、ガトウは3回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。11月12日には、 ミリカン賞金会を航行中に爆撃を受けるが、被害はなかった。5日後の11月17日夜、ガトウは、南移03度33分統計153度46分、南移3.550度統計153.767度、マイナス3.550153.767の単賀諸島金会で2隻の従順洋艦1隻の軽巡洋館及び、 駆逐艦かからなる艦隊を発見して、全速力で追跡するも、やがて見失う。トラック、ラバウルとショートランド間の交通路を紹介し、12月6日には、南位05度01分、統計153度01分、南位5.017度統計153.017度、マイナス5.017、153.017の地点で、輸送船団に対して、 攻撃を行ったが、護衛の三隻の駆逐艦から爆雷攻撃を受けた。12月23日、ガトウは48日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。1943年1月13日、ガトウは4回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。1月21日、ガトウは、南位零六度12分、統計155度51分。 南6.200度統計155.850度、マイナス6.200155.850の部員近海で4隻の輸送船からなる、輸送船団を発見して攻撃し、陸軍輸送船艦コンマ丸を撃沈。続いて二日後の一月十三日には、南位零六度十八分統計五十六度零五分、南位6四六七度統計十六点零八三度、 マイナス六4 6 7 1 5 6 0 8 3の地点で、日本軍潜水艦を発見して、魚雷を2本発射するも命中しなかった。1月25日にも、南位06度00分統計156度04分、南位6.000度統計156.067度、マイナス6.000156.067の地点で、 従順洋艦と駆逐艦を発見して攻撃するが、成功しなかった。1月29日には、南位06度21分統計156度 04? 分南位6.350度統計156.067度、マイナス6.350156.067のブーゲンビル島南東海面で、陸軍輸送船日雲丸を撃沈。2月15日には、 難易06度27分統計156度02分、難易6四5零度統計156.033度、マイナス6 4 5五1 5 6 0 3 3の地点で特設給料線するが丸を撃沈した。2月19日夜にも4日前とほぼ同じ難易06度27分統計156度01分、難易6 4 5零度統計156.017度。 マイナス6.450156.017の地点で、千鳥型水雷艇と思われる艦艇に護衛された海軍徴用船ひばり丸に魚雷を命中させた。ひかみなりしたひばり丸は、ショートランドに栄光されたが、4月17日に、ショートランドで、基地航空隊の爆撃により沈没した。2月26日、ガトーは44日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。 3月19日、ガトーは5回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。3月29日、ガトーはブーゲンビル島に接近し、オーストラリア人のエージェントを上陸させた代わりに、子供27名、その母親とみられる女性9名及び修道女3名を収容した。ガトーはフロリダ諸島のラモス島に向かい、3月31日に、 同地で苦戦艇 SC-531 に避難民を移動させた後、紹介を再開。4月4日未明、ガトーはタンガ諸島トリヒア諸島間の海域で大型船を発見して接近するも、敵の爆雷攻撃を受け、そのうちの3発の爆雷が有効だとなって損傷し、一時ぶりス弁に引き返して4月11日から20日にかけて修理を実施した。修理なって、 再出撃した後、4月29日に、ブーゲンウィル島とエップ・ミナト近辺に16人の、オーストラリア陸軍沿岸艦主体を上陸させた。5月25日にはチョイセル島の湾を偵察した後、ギルバート諸島方面を通過して、真珠湾に向かった。6月6日、ガトーは72日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港され、オーバーホールに入った。 オーバーホールが終わったガトウは8月22日に真珠湾に帰還した9月6日ガトウは6回目の紹介でソロモン諸島方面に向かったジョンストン島で燃料を補給した後ギルバート諸島方面の偵察を行いつつ南に向かい9月19日につらぎ島に帰港トラック方面の交通路やブーゲンビル島方面での偵察を実施し10月8日には 北緯05度27分統計152度14分、北緯5.450度統計152.233度、5.450152.233の地点で2隻の輸送船に対して魚雷を発射するも命中しなかった。10月19日未明にも、北緯02度45分統計151度30分、北緯2.750度統計151.500度、 2.750-151.500の地点で3隻の輸送船を中心とする輸送船団を発見して攻撃し、大型輸送船2隻に打撃を与えたと考えられた。2日後の10月21日には、日本潜水艦に対して、魚雷を3本発射したが、回避された。10月28日、ガトーは50日間の行動を終えて、グリスベンに帰島した。11月18日、 ガトウは7回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。11月30日、ガトウは、両艦レートンと共に紹介中、北緯01度56分統計147度21分、北緯1.933度統計147.350度、1.933147.350のマヌスト北方海域で、パラオからラバウルに向かう輸送船団を発見。 レートンが2日前からこの輸送船団に喰らいつき、2隻の陸軍輸送船、ユリマルと北光丸を撃沈していた。ガトーは船団に接近したものの警戒が厳しかったので、レートンが護衛艦を引き付ける役を自ら引き受け、護衛の第39号区選艇と浮上砲船を交わした。レートンが護衛艦をおびき出したことによって隙ができ、この感激をついてガトーは、 陸軍輸送船コロンビア丸に魚雷を2本命中させて撃沈した。12月8日には、北緯01度05分統計145度14分、北緯1.083度統計145.233度、1.083、十4 5 2 3 3の地点で2隻の輸送船に対して魚雷を発射し、4500トン級輸送船を撃破したと報じる。12月16日には、 救命ボートに乗って漂流していた日本の軍人を救助。12月20日、サイパン島とムサウシママの交通路を紹介中のガトーは北緯01度26分統計148度36分、北緯1.433度統計148.600度、1.43348.600の地点でラバウルに向かう大戦182戦乱を発見。 海軍庁用船常島丸を撃沈し、直ちに深々道先行に移ったが、この時護衛の第28号区船艇と水雷艇、大鳥が爆雷攻撃を行ってきた。ガトウは水深100メートルを超える深度に被害していたものの、爆雷攻撃によって水密区画が損傷し、このため一時船体の数区画に浸水が起こった。ガトウは爆雷攻撃から何とか逃れ、時間後に、 浮上したところ、後部甲板に不発爆雷が一個転がっているのを発見した。この不発爆雷はゴムイカダに乗せて始末した。ガトウは応急修理を行って紹介を続行し、12月27日には、南井零度13分統計147度31分、南井零点217度統計147.517度、 マイナス0.217147.517の地点で、日本潜水艦と交戦。12月29日には、南位00度24分統計146度00、分、南位0.2400度統計146.000度、マイナス0.2400146.000の地点で、対空戦闘を行い、霊式水上偵察機に命中弾を与えた。 1944年1月5日から6日にかけては、グリーン島に探査部隊を送り込んだ。1月10日、ガトーは54日間の行動を終えて、ミルン湾に帰島した。2月2日、ガトーは8回目の紹介で、ビスマルク諸島、ニューギニア島、トラック諸島方面に向かった。2月5日、ラバウルへの攻撃に参加し撃墜された、フレッド・ハーグシャイマーなど P-38 の、 搭乗員12名を収容する特別任務を遂行。2月15日には、北緯零四度零零分統計150度10分、北伊4.000度統計150.167度、4.000150.167の地点で、特設監視艇第三太陽丸を、浮上砲船で撃沈。有刻には、爆撃を受けるが、被害はなかった。 2月17日のトラック島空襲で救助、配備任務に就いた後、2月22日には、北緯00度04分統計130度44分、北緯0.067度統計130.733度、0.067130.733の地点で5000トン級輸送船に対して、巨雷を発射するも命中せず、2月26日夜から2月27日にかけては、 南易0 0度五5 5分統計1 3 9九度0 2分、南易0 9 1 7七度、統計1 3 9 0 3 3ス零0 9 1 7百三十3 9 0 3 3の地点で4隻の輸送船による輸送船団を発見し、陸軍輸送船第3大玄丸を撃沈。3月9日には、南易0 0度二2 0分統計1 3 5度二2 3分、 南0.333度統計135.383度、マイナス0 3 3 3十3 5 3 8 3の地点で100トン級漁船を砲撃で撃沈し、3月12日には、南0度二十分統計132度08、分、南0.333度統計132.133度、マイナス0 3 3 3十3 2 1 3 3の地点で、陸軍輸送船。 第3沖の山丸を砲撃により撃沈した。ハルマヘラ島方面まで紹介した後、3月28日にミッドウェイ島に帰港。4月1日、ガトウは60日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がリチャード・ M ・ファーレル少佐に変わった。4月30日、ガトウは9回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。ミッドウェイ島まで、 太平洋艦隊潜水部隊司令官、チャールズ・エー・ロックウッド中将を便乗させた後、5月22日から23日にかけては、俺愛観賞の写真偵察を行った。6月11日から6月18日までの間は、サイパンの戦いの援護をしていた第58、任務部隊の登場委員救助任務に従事した。6月22日、ガトーは48日間の行動を終えて、 マジュロに帰投した。7月15日、ガトウは10回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。この紹介でも、第58任務部隊の小笠原空襲の支援で、救助任務に従事し、ガトウは、七島近海で、パイロット2名を救助した。その一方、7月26日朝には、北緯27度35分、東計141度45分、 北緯27.583度統計141.750度、27.583141.750の地点で、解剖艦500頭と80頭、沖が護衛する輸送船団を攻撃するが成功せず、ガトーは500頭と沖の爆雷攻撃で追い払われた。9月2日、ガトーは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島、メアアイランド海軍造船所に開港されて2度目の、 オーバーホールに入った。ガトーは1945年に入ってから戦列に帰り、サイパン島に進出した。1月28日、ガトーは11回目の紹介で、ジャラを呼び、サンフィッシュとウルフバックを構成し東シナ海、公海方面に向かった。2月14日夜、ガトーは、 北緯32度43分統計125度37分、北緯32.717度統計125.617度、3 2 7 1 7十2 5 6 1 7あるいは、北緯34度48分統計125度25分、北緯34.800度統計125.417度、 34.800125.417のチェジュ島東南海域で、上海から佐世保に向かっていた第205号解剖艦と、第9号解剖艦を発見し、魚雷4本を発射。うち2本が、第9号解剖艦に命中し、これを撃沈した。ついで2月21日には、北緯35度24分、東経125度23分。 北緯35.400度統計125.383度35.400125.383の地点で輸送船大陸丸を撃沈した2月28日以降は上海に至る海域での救助任務に就いた3月13日ガトウは45日間の行動を終えてグアムアプラ港に帰島艦長がリチャードホルデン少佐に変わった4月12日 ガトーは12回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では、主に沖縄空襲を実施する第58任務部隊の援護で救助任務に従事。また、4月22日から23日にかけては日本潜水艦からのものと思われる攻撃を受けたが回避した。4月27日から30日にかけては、トイ岬沖で、 B-29 の搭乗員10名を救助した。6月3日、ガトウは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。7月8日、ガトウは13回目の紹介で、日本近海に向かった。7月18日まで、米イク島近海で、救助活動の任務に就いた後、東北地方沿岸部に進路を向けて、救助活動を続ける。8月3日、ガトウは、 北緯39度06分統計142度02分、北緯39.100度統計142.033度、39.100142.033の地点で、昇海艇を発見、マーク27誘導魚雷を使って攻撃し、昇海艇の撃沈を報じた。8月15日に日本は降伏。 ガトーは直前に北緯41度20分統計141度32分、北41.333度統計141.533度、41.333、141.533の地点で最後の戦闘を行ったが、その戦果は認められなかった。八月十一日、ガトーは両艦ともに東京湾へ入った。月日には戦艦ミズリなどとに、 日本の幸福調印式に立ち会い、敵国の首都に勝者として入港するという名誉によくした。ガトーは翌日東京湾を出港し、9月12日に61日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。ガトーはパナマ運河を経由して、ニューヨーク海軍造船所に到着し、1946年3月16日に予備役となる。その後は、ニューヨーク、メリーランド州。 ボルチモアなどで予備役訓練艦として使用され、1960年3月1日に除籍される。ガトウは1960年7月25日にペンシルベニア州フィラデルフィアのノーザンメタルズにスクラップとして売却された。ガトウは第二次世界大戦の先行で13個の従軍政賞を第4回から第8回までの紹介での功績で主君部大賞を受賞した。 SS-212、アセスガトー、パート 1P48、50、52、54を見ると、サードウォーパトロール、と書いてあるところにアデエンダ2セカンドパトと、訂正が入っている。この経緯から、ヒバリマルゲキチンは、ガトウと、基地航空隊の共同戦果となっている。ありがとうございます。